この選択をすることは正しかったのだろうか。そんなことを考えるにはあまりに短すぎた。最後の学校行事だ。無駄になんかしない。知ってる？カップル成立もこの3日間が多いんだって。やっぱ恋はせめてこそよね。学園祭の前に言っておきたいことがあって。上杉さんに認められただけで全てが報われる気がします。こんな簡単なことに気がつけたのはあなたがいたから。この6人でずっとこのままの関係でいられたらと願ってる。だが答えを出さなければいけないと思う。今日の全てが終わる頃、私たちは各々の思いを抱えたままあなたを待っています。私の気持ちはずっと変わらないから。風太郎は私にとって特別な人だから。お前の入室を許可した覚えはない。あいつが来てるぜ。こんなこと意味ないというのに。それなのに諦められない。がっかりされたくないんです。もう学園祭に来られないかもしれないから、今答えを聞いちゃダメかな。あいつらは常に全力投球だった。次は俺の番だ。映画五等分の花嫁、5月20日公開。